俺ね、野菜ソムリエサミットってほら、野菜ソムリエの品評会でね、ジャガイモで日本一おいしいっていう称号もらったんだけども、よく考えるとおいしいジャガイモの作り方の話してなかったなって。まあ作り方じゃなくて育て方ね。俺は作ってんじゃなくて育ててるんだ。でもっと言うとジャガイモが育ててんだけど、俺お手伝いしてるだけなんだけども、まあそれは置いといてね、そのおいしいジャガイモの育て方っていうことをね、今日お話ししたいなって思います。まずね、まあポイントとすればとりあえず2つかな。今パッと思いつくのが、まず一つは肥料を入れない。じゃがいもっていうのは痩せ地で育つ野菜なのね。で北海道がね名産じゃん、まあ、みんな知ってるよね。で北海道っていうのは寒くてね、土の中での有機物の分解がねあまり進まなくて、痩せ地と言われてます。でそういう土地で適してるから盛んになったっていうことで、肥料全く入れなくて大丈夫です。これ入れてません、全然。でこういう痩せ地に向いてる野菜をね、肥料入れて育てると、まあ、どうなるかっていうと、いっぱい肥料を蓄えます。普段肥料ない、栄養分のないところ、食べるものが少ないところのやつはね、栄養分があればどんどん食べて蓄えて、それが生存能力、生存するための方法としてあるから蓄えようとして、そうすると前の動画でも話したけれども、だいぶ前だな、硝酸態窒素ってさ、発がん性物質にもなってるっていう話したけれども、苦味やえぐみの原因になるものをたくさん取り込むんでまずくなります。さっき言ったじゃがいもは、だから肥料は入れなくていいです、大丈夫です。で、まあ、肥料に関係するんだけども、肥料を入れないってなったら何で育てるかっていうと、ほら、水と空気と、お日様、光合成だね。じゃがいもってでんぷんじゃん。でんぷんを作るのは光合成なんで、光合成を盛んにさせてあげると、そこを忘れないようにしてもらえればなと思います。光合成させる、だから草むらの中に作らないで、草をある程度取ってあげて、ちゃんとお日様に当ててあげると、これで大丈夫です。そしてもう一つなんだっけ、あ、そう収穫のタイミング、これ大事で、これ知らない人多くてね、肥料入れなきゃいいんでしょって言ってやるんだけれども、収穫のタイミングをね、教科書、まあテキストがあるんだよ、いろいろそういうじゃがいもの作り方とかね、それに書いてある通りのタイミングで取ると美味しくないです。まあ、なんでかっていうと、でんぷんがちゃんと乗り切ってないんだよ。書いてあるので言うと、黄色くなり始めたら取りますって書いてるんだけども、その後もまだ緑の部分あるじゃん。それでまだでんぷんはね、光合成できるし、そこに、植物地上部、これジャガイモだけど、地上部のね、葉っぱに残ってる栄養素を芋に蓄えるのよ。ジャガイモの芋は、茎なんで、茎の栄養を全部そこにね、芋に集中させるんで、完全に枯れてから取ってみてください。全然味違ってきます。なんでか、俺もこれなんでか、なんで知ってるかっていうと、収穫のタイミング見るのにね、毎年味を見るのに適宜取ってきます。青いうちに取って、まだだな、食べて、まだだな、まだだな、まだだなって味を見てって、あ、だんだん味乗ってきたなって思うのが枯れてからなんだよね。カラッカラになってから、そうなってから取ってください。そうすると味が乗ります、全然違います。違う、もしじゃがいも育ててる人がいたら、そういう風に段階的に取ってみてください。青いうちに、黄色になったら、そう、ほぼ枯れたら、そしてカラッカラになったらっていう風にして分けて取ってみてください。味違うのに気づく人もいると思う。気づけない人は多分味覚がちょっと衰えてると思うんで、刺激物とか化学調味料とかそういうものを控えてみることをお勧めします。ね、とりあえず肥料をやらないってことと、収穫のタイミングしっかりと、枯らしてから取る、これが美味しいジャガイモの取り方で、また発生して、光合成させると、しっかりそういうところをちゃんと考えてやってみてほしいなと思います。とにかくジャガイモがどういうところで育ったか、アンデス山脈のだったかな、の山の上だからだから、痩せ地なんだ、あそこはもっと北海道なんかよりずっと痩せ地だからね。でそういうところで育ってる野菜だから、肥料は必要ないと。何で育つか、山の上だから強い光を浴びている、光合成をしっかりさせると、そして最後まで生育させると。最後までっていうのは、枯れて、芋だけになってしまってから掘り出すと。まあそうすると収穫が手間だけどもね、ちょっとほら、青いのをグッと抜いて芋がボコボコってついてくるっていう取り方にはならないんだよね。全部手で掘ったんやなきゃダメだけども、美味しいじゃがいもが取りたいんであれば、完全に枯れるまで置いといてください。これだけでも相当味変わると思うんでね。で不可能なことではあるけれども、この沖上げ平、標高750メートル
長野県でいうと1500m 相当の気候なんだけども、こういう場所、ね、冷涼な環境、そしてお日様に近い 山の上だからね、そういう環境で育てばいいんだけども、これはどうしようもないからね。だからできることといえば、とりあえず肥料をあげないことと収穫のタイミングを、教科書に書いてある通りじゃないように完全に変えてから取る。これだけで相当美味しい芋が取れると思うんでね、その辺意識してね、やってみてください。まあ、今年も終わってしまってる人いっぱいいるかもしれないけれども、まあ、来年以降ね、やってみることをお勧めします。